さあ、現在形が使われる状況、最後の状況は確定した未来、それを表したいという状況なんですね。 A の文からいきましょう。 My first class begins at 8:30。 私の最初の授業は8時半に始まります。もちろんこれは7時に行ったとすれば未来の出来事です。でもここで will あるいは be going to は使われません。現在形が使われるわけです。なぜならばそれは確定した未来だからです。現在形という形は現在の事実を表す形、そして My first class が8時半に始まるというのはそのタイムテーブル上で確定している現在の事実と受け取ることのできる内容ですね。ですからここでは begins と現在形が使われるわけです。あるいはカレンダー上の事実を表す B のような文はどうでしょうか。 My mother's birthday is next week。 ここに will 何々だろう、あるいは be going to など不安定な未来表現を使う必要はありません。私の母の誕生日が来週であるというのはカレンダー上の事実であるからです。ですから現在の事実として捉えることのできるくらい確定している、その感触が現在形を選ばせているというわけなんです。この使い方しっかりと慣れてみてくださいね。